めえこの野郎ガセネタつかませやがって、ニオカグミ舐めてんじゃねえぞ。ねえら何してやがる。ちょうどいい、お前もぶっ殺してやれ。しっかりしろ達也、やっぱおめえ強えな、あんな化け物のしちまうんだからな。天馬、お前なぜ嘘を教えた。ちょっと後悔だな、俺が余計なことする必要もなかったみたいだからな。達也はやっぱマジ強えや。どうして。言ったろ、あの闇金を襲ってからお前と連絡取れねえし、竹中っていうデカもしつこくお前追ってるしよ、なんかやばいことになってるんじゃないかって調べたらやっぱりだ。ダチが変な豚に殺されそうになってんのに放っておけねえだろ。だからちょっとハンデをやったのさ。二岡組のやつら頭悪いな、イチコロで騙されやがった。バカ野郎、なんで俺なんか命かけてんだよ。俺はおめえが俺を売ったんだと思ってて俺は仲間は死んでも売らねえよなあ達也。金、女、力、他のやつらはそれ目当てでお前に近づいたのかもしれねえけどな。いいからもう喋るな。俺はただお前と一緒にいるのが楽しかったんだよ天馬。それが仲間ってもんだろうな。おいおい天馬、おいしっかりしろ。おい天馬、おい助けろおっさん、こいつを助けてやってくれ。肋骨にひび、あとは亀裂骨折が何か所か、だが内臓までは行っていないし、頭はしっかりガードしていたみたいだな。検査する必要はあるが全く別状はない。適切に対処すれば割と早く治るだろう。間違いねえな、嘘ついたらぶっ殺すぞ。バーカーやめなさい、ボスが大丈夫だって言ってんだから大丈夫なの。でもよかったね。あ、一人で生きてきたとか言っといて、いるじゃん仲間。うん。なあ達也、このガキの方がお前よりよっぽど強えぞ。なんでだよ。お前はちゃんと人を信じてるか。人を信じることができなければ自分を信じることはできない。このガキにとってお前はずっと仲間だったんだ。つまりずっとお前を信じていた。お前はそうは思わなかったのかもしれないがな。気づかなかったんだ。まったく、一人で生きてきたなんてうぬぼれんな。うぬぼれなんかじゃねえ、
それは俺が今まで生きていくために支えにしてきた俺の大事な気持ちで。くだらん、なんとも寂しい支えだ。一人で生きてきたなんて、所詮それは人を疑って生きる生き方だ。その考え方は周りを見えなくさせるぞ。その通りだ。俺はずっと一人で生きてきた、そう思っていた。そしてそれは俺を支える正しい考えだと思っていた。でもそれは単に周りのもの全てを疑っていただけだ。実際見えなくなってたんだ。一番俺のことを思ってくれている存在さえも。天馬、ごめん。ふざけるな。あんたを生かすも殺すも俺の腹積もり一つだってことを忘れるな。この前もあるガキにひどい目にあった。もうグズグズしてるな。ごめんだ。金を手に入れて高飛びして。いいか、あの15年前の事件が明るみに出ればあんたは終わりだ。とにかく3億円用意しろ。こっちにはデータがあるんだ。データがな。何度も言わせるな。